医薬品工学科の小山です。学科教員を代表して私が医薬品工学科の概要そして魅力について5分程度で説明させていただきます。こちらにある写真は富山駅の前にある富山の薬屋さんの銅像です。富山の薬売りとは富山県を拠点とする医薬品配置販売業の通称であります。古くは室町時代から富山の薬売りというのが知られていて1455年の安富記にはすでにこの記載があります。有機化学の始まりは18世紀からと言われていますので、つまり近代化学が始まる300年も前に富山県においては自然界にある薬の薬効成分に着目し、その知識と技術を積み重ねてきたという実績があるわけです。富山県立大学には医薬品工学科があって、薬における研究と教育に励んでおります。ここでは2つの講座があります。製薬化学工学講座とバイオ医薬品工学講座です。こちらの講座は、ざっくり言いますと物質化学に属する講座であって、こちらの講座は生命科学の講座であります。どちらとも研究内容は違うんですが、薬を作る、工学する、そうしたことを目標に研究を進めています。医薬品工学科とは工学の視点から薬作りを極める学科です。カリキュラムは4年制の薬学部に近いものであります。薬が患者さんに届けられるときにはいくつかのステージがあります。創薬研究があって、各種試験があって、製造承認があって、販売があって、調剤があって、それで患者に薬が届けられるわけです。6年生の薬学部におきましては、調剤薬局に行って調剤の実習があるので薬剤師になることができますが、ここご注意いただきたいんですが、私たちの学科では薬剤師になることはできません。その分、ここの基礎から販売に至る各プロセスまでを研究教育に充実したものを持っていますので、それに対応できる人材の育成を目標としています。また研究力を有するような研究者を多く輩出することも目標としており、近年では大学院進学率もぐんぐんと増加している状況です。入学定員は1学年35人です。学科教員は薬作りにおける各工程のスペシャリストが揃っています。製薬化学工学、バイオ医薬品工学、どちらの講座とも6人の教員がいて、すべての薬作りのプロセスをカバーできるような専門性を有しています。多種多様の専門性を持っていますが、各教員の専門性に合わせた担当事業があります。そのため皆さんは大学に入りましたら、薬作りの各工程の基礎から応用までを充実して学習することができると思います。富山県立大学は薬の歴史教育だけが魅力ではありません。最先端研究のための研究機器設備も充実しております。こちらに示しますのは物質化学の最先端、国内有数の設備であります。こちらにありますのは生命科学のための研究設備であります。こうした最先端の研究設備を皆さんも触っていただくことができますので、最先端研究に触れ、薬作りの最先端を味わうことができると思います。学生の研究に対する希望と診療状況についてこのスライドにまとめました。学生の個性は多種多様です。しかし研究に対する姿勢は大きく2つに分かれるかなと思っています。役に立つ研究に従事したいと思う学生と、基礎をしっかり勉強したいと思う学生がいます。こちらの学生が近年増えてきているように思っていますので、大学院進学率はどんどんと増加していて、現在は 50% 程度となっています。学部卒でも大学院卒でも就職率は毎年ほぼ 100% です。就職先は製薬企業ですとか化学メーカーが主です。業種としては研究開発職、生産管理職、品質保証、品質管理など多岐にわたっております。就職に強い大学として私たちは高く評価されているものと自負しております。以上、本発表をまとめます。私たちの学科では将来の薬作りに必要な基礎知識、技術の習得を目標に研究教育を進めています。また大学在籍中に開発研究の成功体験を味わうこともできると思っています。製薬化学工学講座、バイオ医薬品工学講座、どちらとも教員が6名ずつ、合計12人の教員がいます。皆さんの研究教育そして将来を力強くサポートします。詳しくはホームページをご覧ください。以上で発表を終わります。
ご清聴ありがとうございました。